今回検証するのは炎の魔剣トリックです。かわいい。おお、今回検証するのは炎の魔剣トリックです。アニメタイトル犬伏城炎の魔剣単行本70巻に収録されているお話です。魔剣が現れました。その魔剣はまるで妖怪変化のごとく無限の炎をまとった体をみるみるうちに膨らませて人を襲うと言います。そして実際にコナンやランの目の前に炎の魔剣は現れました。確かに燃えています。一体この魔剣の正体は何なのでしょうか。実はこの魔剣の炎は疑似炎だったのです。疑似炎とは光沢のある布を風で揺らして赤い LED ライトを当てて本物の炎のように見せかける偽物の炎のことです。この魔剣騒動の犯人は自分の飼い犬にこの疑似炎用の布を着せて中に赤いライトを仕込んだ状態で走らせました。夜暗い中でこの犬が走れば炎の魔剣に見えるのです。今回は実際に疑似炎用の布と赤いライトを犬に仕込んで本当に炎の魔剣に見えるのか検証していきたいと思います。今回は炎の魔剣に見えたら成功。もちろん本物の火は使いません。いや、赤いライトと布だけで炎に見えたらすごいですよね。いや、めちゃすごい。燃え盛る犬が見てみたい。実際にワンちゃんに協力をお願いしてチャレンジしていきます。そんじゃまずは犬に着せる服を作っていきましょう。炎の魔剣トリックやっていくんですけど、まず試しに疑似炎がどういったものかっていうのを確認したいんで、はい、こちらでちょっとやってみたいと思います。はい、ちょっとやってみます。すげえ。おあー、なるほどね。まあ、要するにこの風は犬が走ったりとかするってことですね。そうですね。はい、ちょっと電気をしてみます。あー、でも綺麗じゃん。綺麗ですね。あー、でも確かにね、だからこれがもうちょっと炎っぽい形になったら、ね、もっと炎に見えるかも。布の形も大事ですね。アニメ見たら、はい、その白い布に赤いライトあったのよ。あー、これ見るとやっぱ赤いのがいいのかもね。これが犬の大きさになるってことね。はい、それではね、犬の服作っていきたいと思います。はい、炎っぽく切ってきます。あ、いいね、いいね、そういう感じ。はい、はいはいはい、炎っぽく枝分かれさせて。すごい、その人のすごいわ。そんな技術俺はあるかな。はい、そしたらね、炎の負け変身トリックやっていくんですけど、今回変身しちゃうアポロに来てもらいました。イエーイ、アポロでーす。会議長西澤さんってことで、はい、ありがとうございます。西澤です。どうですか、負けになっちゃうんですけど、炎の。ちょっと本当にあのライトとか若干仕込むんで、はい、ちょっとそれだけ心配なんですけど、それも大丈夫そうですかね。ちょっと様子を見ながら。そうですね、ちょっと本当に皆さんは真似しないようお願いします。本当に。あの一応ただあの直接ね、さすがにライト負けつけると危ないと思ったんで、はい、あの市販の服を着せてから巻いていこうと思います。はい、それじゃあ今から炎の負けに変身させていきます。服とか普段着たりするんですか？雨の日はこんな感じの。あ、そうなんですね。レインコート着て歩いたりしてます。着き終わったんで、はい、で原作はもう本当に顔も燃えてるんですけど、はいはい、ちょっとさすがにちょっと顔危ないなと思ったんで、ちょっと体だけあのでライトの仕込み方はちょっと原作書いてないんで、体に巻きつけるっていう形で今からやっていきたいと思います。はい、行ってきます。はい、お願いします。アポロ、めちゃめちゃ嬉しいです。楽しみ。本当に大丈夫ですよね。大丈夫です。ちょっと見てると巻き付け終わったんで、次今度はあの光沢の布を乗せていきたいと思います。OK です。あ、ヒラヒラする好きなんですか？大好きだもんね。めちゃめちゃヒラヒラしてる。めちゃヒラヒラしてる。はぁ、かわいい。はい、そしたらね、もう巻き付けて布を乗せたんで、いよいよこれが光ったら炎の負けに変身ということで、すごいなってほしい。楽しみ、なってほしい。やっていきたいと思います。このトリック、俺が再現してみせる。終わります。はい、あれあれ失礼します。1回目、失敗。このトリック、俺が再現してみせる。いきます。おお。すごい。おお、燃えてる。すごい。すごいすごい。なんかさ、すごい。ブルブルっとするとさらにこのね、炎っぽいかも、確かに。だいぶ炎っぽい。ありがとうございました。いや、なんかもっと赤いライトっぽいなと思ったんですけど、あれは確かに遠くから来てんだったら、
怖くなって逃げちゃう気持ちわかりますね。ここ少し距離あるんで、あそこからここまで来るっていうのだけ、それだけやってみてください。はい、それではもう一回だけやっていきたいと思います。このトリック、俺が再現してみせる。あ、それやっぱ横すごいわ。だってこれを顔とかもやったら多分めっちゃ燃えてる感じありますね。アポロ君無事炎負け変わりましたね。いやでもね、よかった。まあ、ただ意外と正面だとアポロ可愛い、可愛かったですけど、ただここまで布があってバッて全部燃えてたらなんかもっと炎っぽくなりそうなんですけど、ちょっと今日はねアポロ君のことを無理はさせないんでここまでにしたいんですが、はい、まあ、でもなんか炎の負けで変われるんだなと思いました。本当に、うん、思ってる炎っぽかったです。だいぶ炎っぽかった。ということで炎負けに変身することができたので成功。それでは次回の動画でまたお会いしよう。じゃあね。ありがとうアポロ君、お疲れ。お疲れ。今回再現してみて分かったこと、ブルブルするとより炎